まり寝させすぎちゃうと、人間でもそうですけど、寝たまま水飲んだりすると、むせちゃう、たりするので、そうですね、なるべく立てて、そうですね、まっすぐ、すめちゃんがまっすぐ見られるんですね。で、先見て、一回、最初にこうやってちょっと遊んであげて、でその流れでこうパッと掴んであげると多分いいかなと思います。でやっぱりどうしてもずっと持ってるとそれだけでストレスになっちゃうんですね、治療の時間、点眼してお薬あげてっていう時間はなるべく短くしてあげたいんですけど、お薬をすんなり飲んでくれれば、すごく短くなります。ただ飲まないでずっと口閉じてたりすると、ゆっくり、少しずつしかお薬ですね、あげれないので、どうしても長くなってしまうんですけども、それこそ持ってあげる、うまく持てないって、こう、ずっとこうやってると、これだけでストレスかかってしまいますので、なるべく手早く、始めて手箱を終われるように、はい、ですね。じゃあ、はい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 、目薬で手遊ん蓋を外してから置いているので手遊びして点眼している間にちょっと下の方にまた溜まってきちゃいますので、この口のところをちょっと押さえて振ってあげるといいかなと思います、はい、はい、はい、そうですね。でそのままただちょっとずつ喉が動いて飲んでくれるかなと思います。少し横にあげて、少しでも入っていってくれるように、ちょっと頑固だね。あ、いったかいいですね。あ、いいですね、はい、そしたらですね、目と口ですね、先に目の方を拭いてあげると、あ、ごめん。と口拭いてあげて、で、ね、大丈夫です、はい、で終わった後もですね、ちゃんと褒めてあげてくださ い, いやっぱりどうしてもずっと持ってられてたりすると、目薬がちょっとめちゃくちゃついちゃいました、頭に。ごめんよ、あら、ごめんよ。もうちょっと濡れてるのが良くないので、はい、ティッシュかタオルか軽く拭いてあげてください。ここの子おとなしく持っても手に慣れてても大人しいので、うん、もし合間に目薬をさしてすぐに目の表面潤いますので2、3秒、はい、目薬が、目の上に置かれている状態で 2、3 秒経ったらもうすぐに目だけ先に拭いちゃってもらっても大丈夫です、はい、それで体が顔が周りが濡れちゃう、目の周りが濡れちゃうっていうことであれば、うん、もう先に拭いてもらっても大丈夫です、はい、やっぱり最初のうちはお薬あげるのも飲んでくれるのも時間がかかるかなと思いますので、はい、で濡れちゃうとどうしてもこの毛の感じというか ちゃんと乾いてくれればいいんですけど、うん、これだけで体温が、はい、っていうこともありますので、
帰る帰った。